グラジックイングリッシュの伊関です。森田です。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。山市先生、はい、武田塾イングリッシュってトイックのコースあるじゃないですか。はい、まあ、しかもトイック990点今何回取ってるんでしたっけ。97とかそれぐらいだと思います。なんで非常にトイックに強いスクールになってるんですけども、そもそもトイックって何に活かせるのっていう問いについて答えていきたいと思います。なるほど。まあ、一般的にはやっぱり就職とか転職で活かせるっていうふうに言われてると思うんですけども、まあ、それぞれね、どれぐらいのスコアを持ってるとどういうふうに見られるのかっていうことをちょっとまず解説させてもらって、まあ、実際この企業だとこれぐらい点数必要だよみたいな実例もねちょっと話せればなと思います。まず最初にトイック500点、これが一応新卒採用する時の最低スコアというふうに言われています。500点からは一応履歴書に書いてもいいんじゃないかなっていうところですね。次は600点で中途採用の転職での最低スコアというふうに言われています。まあ、正直新卒でも600点超えていたらいいなっていうのはあると思うんですけども、まあ、ここからちょっと自信を持って履歴書に書けるようになってくるんじゃないでしょうか。はい、次は730点ですね。一応一般的には海外担当部署とか英語をちょっと使う可能性がある部署に配属されるスコアというふうになってきます。なので700点以上あると、まあ、英語使わない場合でも転職に有利になってきたりとか、新卒の採用の時の就職にも有利になってきたりとかするっていうスコアですね。で次が860点で、まあ、海外出張とか海外赴任するために必要になってくる最低スコア、はい、みたいな感じですね。企業内でそれぞれ基準があると思うんですけど、860点以上あれば自慢できるレベルで、かなり転職活動とか新卒採用でも相当有利になってくるスコアなんじゃないかなと思います。なんかスコアについてあります？まあ、あとは900超えとかですね、はい、まあ、外資系とかだったら実際に企業ではどうなのかっていうところで言うと、まあ、楽天なんかは入社までに800点取ることが必要になってるんで、はい、そうですね。採用の時点ではなくても採用になることはあるらしいんですけども、入社するってなった時に800点超えてないと入れませんという。そうですね、内定あってもやんなきゃダメです。あとユニクロとかを展開している、はいはい、ファーストリテイリングさんでは一応採用時に700点以上必要としているっていう噂が流れていますね。一応採用ホームページ見た感じだと明記されてなかったんですけど、うん、まあ、一般的には700点以上というふうに言われてますね。うん、まあ、だいぶ海外に店舗多いですからね、はい、ユニクロは。ソフトバンクは結構面白い制度がありまして、トイック800点以上で30万円、へー、しかも900点以上で100万円、はい、報奨金がもらえるんですよ。へー、まあ、日本の企業の中では一番報奨金が高いのがソフトバンクですね。お金がもらえちゃうっていう、これはモチベーション上がりますよね。ありますね、本当会社によってはそういうのありますんで、ボーナス、うん、取るたびにボーナスってとことかもあったりするんで、僕なんかはねその会社行ったらじゃあボーナスだけで暮らしていけんだなと、まあ、マクドナルドとかも一時期ニュースになったのが一応グローバル人材採用っていうので800点以上必要ですよっていうのもニュースになってましたね。うんうん、だいぶ前のニュースなんで今どうなってるかちょっと分かんないんですけど、まあ、そういった感じで結構大手企業なんかになってくるとやっぱり800点900点以上っていうのがまあ、多いんじゃないでしょうか。あとは転職じゃないんですけど単位認定される大学もあるので、そうですね、大学も、はい、それもトイックが活かせることですね。最大多分8単位ぐらい大学によってはもらえるということなんで、まあ、大学生の人なんかはね自分の大学は認定されるスコアあるのかなっていうふうに調べてみたりするといいかもしれないです。あと、まあ、進級とか卒業の条件になってたりするところもありますからね。そうですね、外国語学部とかだとそういうふうになってることが多いですよね。はい、そうですね、自分が教えてたとこも進級と卒業の条件になってましたね。まあ多分あとは明記されてないけども選考の段階である程度判断基準にされる企業もかなり多いと思います。はい、なので、まあ、800点以上とかだったら、まあ、どの企業においてもこの人は英語をこういうふうに頑張ってきた人なんだなっていう証明にもなると思うんで、何か一つをねこう突き抜けて頑張れる能力ありますよっていう証明になると思いますんで、まあ、もしトイックでスコアを急激に伸ばさないといけないとか、もう時間がないですみたいな人はですね、短期間で結果にコミットしている武田塾イングリッシュという、まあ、英会話スクール僕たちやってるので、ぜひぜひ無料カウンセリングの方にね各校舎にお問い合わせしていただければと思います。会社によっては点数ないとそのまま履歴書をゴミ箱に入れられるところもあるからね。このチャンネルでは英語学習に役立つ情報を日々更新しています。トイック、英検、英語の学び直しに役立つ情報を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。僕たちに質問がある方はぜひぜひコメント欄に書いてください。 Leave comments below。